日本北海道千歳市北栄北栄は北海道千歳市の地名。現行行政地名は北栄一丁目及び北栄二丁目。千歳市中心市街地の北西側に位置する。北東で富岡、高台、東の道路上の一点で末広、南東で境町、南で緑町、南西で北と北西で新富と隣接する。かつて、 この地区は明治から昭和11年頃までは、ガクタと呼ばれ、流木を製図見する新炭業が行われていた。千歳町の安北田などの一部で、1955年に地北栄町として分離される。1957年には地がつかなくなり、1963年に一部が、栄町1から6丁目と西木町1から4丁目に分割される。 1969年には一部を新富として分離し、北栄町から北栄1.2丁目となる。1984年には一部が栄町7丁目となり、現在の北栄となった。JR 北海道千歳線が地内北東辺を通るが駅は設置されていない。最寄り駅は千代田町に置かれた千歳駅になる。市中心部や新千歳空港へ向かう、市内路線。 北広島市や札幌市へ向かう、郊外路線が走行する。市営住宅北営団地は隣接する新富にあたり、市内にはあたらない。ありがとうございます。